はい、ホスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、ファスティング中の頭痛や吐き気を予防する方法についてお話しさせていただければと思います。はい、過去の動画でですね、ファスティング中に起こる頭痛や吐き気に対する対処法ですね、起こってしまったらどうすればいいのかというお話はさせていただいていたんですけども、まあ、これをですね、起こらないようにする、予防できた方がいいですよね。なので本日はですね、この予防する方法という話をさせていただければと思います。はい、で、頭痛吐き気を予防する方法として、3つポイントをですね、まずは押さえておいてくださいということになるんですけども、1つはですね、カフェインです。はい、1つはカフェインですね。もう1つが塩分。で、次、もう3つ目がですね、はい、3食というふうになります。この3つをですね、押さえておいていただければ、ファスティング中のですね、頭痛や吐き気を予防できますよというようなお話になります。はい、まずカフェインなんですけども、カフェインはですね、これも過去の動画でお話しさせていただいたんですけども、準備食中の頭痛っていうのが起こることがあるんですね。それの原因っていうのもカフェインになるんですね。普段ですね、やっぱりカフェインを取られる方、本当にコーヒーだったりですね、お茶だったりですね、あとチョコレートだったりとか、コーラだったりとか、本当風邪薬とか頭痛薬とかもそうなんですけども、そういったものをですね、普段から取られる方っていうのは、それの虚脱症状で頭痛が起こってしまうんですね。なので、準備食でやっぱりカフェインを取らない、できればもっと前からですね、1週間前くらいからカフェインを取らないようにしていくことによって、頭痛だったり吐き気っていうところですね、予防することができますよっていうことが1つです。で、もう1つが塩分ですね。はい、これもですね、ファスティング中の1日目2日目くらいに起こることが多いんですけども、普段からですね、塩分がこうちょっと高めな、はい、塩辛いものをですね、よく取られる方っていうのは、ファスティング中はですね、低ナトリウム血症になります。普段塩分を取られる方っていうのは、塩分をですね、体は出そうとしているんですね。そのこう延長でファスティング中も出してしまうんですよ、体はですね。なので低ナトリウム状態になってしまうことによって、こう頭痛が起こってしまったりするんですね。血管がこう拡張するようになりますので、なので普段から、塩分を取らないように、取りすぎないようにですね、準備食の時は特になんですけども、塩分を取りすぎないようにすることによって予防することができます。はい、で、もう一つ3食なんですけども、これもですね、やっぱり多いんですよ。3食をお勤めで食べてる方、取っている方っていう方、すごく多いんですね。朝だから食べよう、昼だから食べよう、夜だから食べようっていうふうに取ってしまうことによってですね、やっぱり体がその生活習慣で胃酸をこう出すようになるんですね。あ、そろそろ朝だから胃酸だ、昼だから胃酸出さなきゃ、夜だから胃酸出さなきゃ、食べ物が入ってくるだろうから胃酸を分泌しなきゃみたいな風にですね、なってしまうと、こう胸焼けだったりとか吐き気の原因になるんですね。なのでやっぱり3食をお勤めで食べるんではなくってですね、お腹が空いたら食べる、もっと言うと、もうお腹が3回なってから食べるくらいの習慣を身につけていただくことによって、こういうですね、時間になったらこう胃酸が分泌されるっていうことがですね、なくなりますので、なので、本当健康っていうところを考えれば、3食を無理やり取るっていうことはもう絶対に間違っているんですけども、お腹が空いたら食べるっていうことを、体からのサインですね、正直になってくださいということをですね、お伝えさせていただいています。なので、今回ですね、ファスティング中の頭痛吐き気を予防する方法として、このカフェインと塩分と3食っていうところですね、ポイントとして押さえておいていただければですね、予防することができるのかなというお話をさせていただきました。もしですね、ご質問等あれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。またですね、今後も健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですね、これで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。